Hey, welcome back. ハヤトブログです。脱サラに向けて今日も頑張っております。今日7月、17日火曜日でございます。おはようございます。今日はね、今9時13分出社しておりません。なぜかというと、今朝医者のアポを入れております。はい。やっぱね、脱サラするにあたって一つやっぱり家族として、気になっているというか、こう丁重に扱いたいポイントがですね、あれなんだよね、健康保険なんだよね。健康保険というのはこの国では非常に高いんです。はい。日本みたいにこう僕のこのクラウンとか学生の頃入れたクラウンとかってこんなの、ね、2400円とかでね、入れてもらったんだけど、こっちだったら、数十万するわけよ。だからまあそういう世界なんだけど、やっぱり企業を通して自分こう雇われたものとして与えられる健康保険っていうのは非常にやっぱり安いわけ。なぜかというと会社がそれをほとんど負担してるから。ほとんどっていうわけじゃないけど、結構、ね、言葉が出てこないね。The majority of って言いたいんだよね。はい。結構負担してくれてるんです。で、自営になるとですね、すべてを自分で負担しなきゃいけなくなるので、結構やっぱり、そのカバレージもね、それほどこう良くなかったり、コストが上がったりとかって、面積額が上がったりとかっていうことに多分、なる可能性もあるので、まだちょっと勉強中なんだけど、そういう可能性もあるので、今のうちにですね、今月いろんな医者に行きまくって、この安い保険でかかれるとこはかかっとこうかと思ってます。それで先週はですね、歯医者に行き、今日はあれです、健康診断みたいなのに行こうかなと思ってます。何かね、普通に医者が見てパッと見て、おい、これちょっと問題なんじゃないのっていうものがあるかもしれないので見てもらおうかと思ってます。はい。あまりにもですね、僕医者行ってないので、こっちでは自分の医者っていうのを決めるんだよね。その病院にかかって誰でもどの医者にでもかかるってわけじゃなくて、結構やっぱりこのお医者さんのとこに行ってみたいな、そういうやり方なので、医者にあまりにもかかってなくてですね、電話かけたんだよ、アポ取るために。ドクター・チューいますかって、そしたらドクター・チューもういませんとか言われてたら、あれいついなくなったんですか、もう1年前ぐらいみたいな、なんかそんなあれで、わあ、それくらい俺医者行ってないのか。まあいいことだよね、健康で、はい、行かずに済んでるっていうのはまあとにかく、今日は別の医者にかかってきますけれども、同じところで今から、入ろうかと思います。そんなところでちょっとね、そろそろブログも撮るこうなんていうの、フィルムをもうちょっとこう回そうかなと思ってます。やっとカットしてくれる人が今のところ2人ぐらい候補があってて、両方とももちろん日本語ができる日本人でですね、僕がなんかこう日本語できない人がさ、カットして、あ、日本語できない人が俺やるよとか言ってくれてるわけ。非常にいいプライスでね。それだけどさ、お前日本語できるの？いや、できないけど、タイムスタンプだけくれれば俺がカットできるから、すんだ。わざわざ俺がさ、はい、5秒、16秒のところで切ってとか、はい、じゃあ、6分36秒のところでじゃあ切ってとか、そんな、そんなことができたら自分でやってるわとかって思ったよね。とにかく日本人の方にもかなりもうフリーにやってもらおうかなと思ってます。はい。で、それを見ながら、見ながら、ここもちょっと入れてほしいなとか、ここもちょっとカットしてほしいなとか、やっぱり自分のやっぱり舌が肥えてないから分かんないんだよね。だからこう分かってる人にやってもらって、そこでお互いこう好みとかなんかこうをいろいろこう調整し合っていければなというふうに思ってます。はい。英語で言うと somebody、 誰かね、 somebody who can grow with you、 一緒に成長していける、一緒に伸ばしていける、一緒にパートナーシップを深くしていける、 to grow with you、という人を探しております。 OK、 病院入ります。健康診断ってさ、全部流されんだね。あまりにも医者に来てないから知りませんでしたどうよこれ、どうですかこのスタイルファッションなんてね。医者に来るのを待つ間、YouTube で何か見ようかな。後ろ寄りかかろうと思ったらすっげえ寒いんだよね。背中空いてるからさ。そう、これ背中空いてんだよね。寒い。なんで病院ってこんなに寒いの？
さっき佐々木さんが入ってくる前、この辺から雲が出てきて、こっちの方ギューって雲が歩いてって、それで医者が入ってきてここに座って、で今健康診断してもらったわけよ。そしてさ、いろいろまあ、あの変なとこも触られて、いろいろこうチェックしてもらって、まあとにかくやったわけで、今終わったのよ。気づいたらさ、健康診断中にさ、先生が雲踏んづけてんの面白いよね